目標のスタイル自体が、どういうスタイルかというと、ちょっとお見せします。このような、スタイルにしたいので、ちょっと表面の方を少し段入れて、前髪はちょっとこれとは違うんですけど、このような感じに切っていきたいと思います。すごい簡単な切り方でいきます。でまず彼女結構癖毛なんですね。で癖が強くて、癖って引っ張ると戻ります。引っ張って切ると戻るっていうことはどういうことかというと、じゃあ例えば、ギュッとこう引っ張って切っちゃうと、切った断面が戻りますね。ってことは跳ねたりとかしちゃいます。まず今日はノーテンションでカットしていくっていう部分ですね。それがまず1点。ちょっとマニアックなこと言うと、この辺の8ぐらいのラインのところは、ハサミをえぐる方を入れて、終わり側の方はコンベックス側を入れていくっていう感じですね。こっちはこういう、こっちをほんのちょっとこの毛先だけを丸く入れていくっていうのがベストです。ほんとすごい細かいこと言ってる人なんですけど、でこの中間あたりはこっちですね、えぐる方で入れていくと内巻きになりやすいっていう感じですね。っていう感じをこう地道にやっていくんですね。そうすると毛の収まりっていうのがだんだんできてきます。この辺はえぐる方、この辺はえぐる方で入れてって、今度はこの下ですね。下のこのベースのところはですね、ハサミを持ち替えてこの R の方でちょっと最後はつなげていくって感じです。ほんと毛先のところ指は切らないでくださいね。こういう感じですね。人差し指に、刃を置いてそこで滑らしていく感じが一番安全です。親指の先っちょを切りやすいので、親指の先っちょはなるべく切らないで、切らないでというか危ないので、で姿勢を落としていきながら、ネープの方は、ちょっと姿勢を落としますっていうような感じでカットしていきますね。そうですね、結構この何ミリの世界なんですけど、この何ミリが重なると本当仕上がりが変わってきたりとかするので、この何ミリにこだわることがいいかなと思います。はい、なので結構こういうところ細かいところに、こだわらないとダメなので、ベースカットタイムとかは本当に早く切らないと、逆にこういうところに時間かけたいので、細かくブロッキング取ってちょっとカットとかするよりも、こういうふうに簡略化させて必要なところに必要なカットをしてあげるのがベストかと思います。あ、そう、前髪切ってないよ。失礼。ショーバルでこういうラインで切ります。ここですね、指をクッションさせます。いいですか、指をクッション、この指をクッションさせます。最後まで締まらない感じにします。こう入れるよりもここを極端に入れますよ。イングルに入るようにカットするんで、ハサミはこう入れます。いいですか、フォーミングしたらノーテンションで入れてきます。
で彼女の場合こういう癖なんですね、結構こっち側から切る場合。なのでこうなってる癖を無理やりこっち側に矯正していってカットしたいので、こう結構角度は急な感じになっちゃいますね。でこの毛に沿う感じで最後のところでちょっと入れていく感じですね。こういう感じです。ちょっと難しいポイントはちょっと、スイングとかでぼかして切った方がいいかなっていう感じで、あと結構眉毛とか切っちゃう場合は気をつけますよね。でこっちはこのラインからシュッという感じですね。まあこんな感じでちょっと丸く切っていくって感じです。そうするとここが、このラインを見ていただくと思いますが、綺麗にシュッとこう、まあ、重めがいいってことだったんで、これで軽くブローしていただければいいかなと思います。